の面ではあの両チーム分かっていると思いますが、はい、今日何といっても楽しみなのはあの攻撃的なサッカー、うん、はい、志向しているチーム同士の対戦なんで、そのね、今日のゲームは楽しみだなと思います。まあ、これまで3試合で先手を、ね、取ってきている水戸、押し込む時間が続きます。いや、右足打ってきた曽根田です。こぼれ球見事仕留め切りました。曽根田選手がしっかりと蹴り込んだんですかね。今2人同時にツインシュート、ね、みたいな、ツインシュートになりましたね、はい、いや素晴らしい。曽根田と前田の、はい、これはキーパーもちょっとブラインドになったかもしれないですね、はい、動けなかったですけど、木名監督も言ってます、うん、そこ使えるかっていうところですかね。そうですね、富所、草野で中野、草野、素晴らしい。草野の移籍後初ゴールで琉球が前半のうちに追いつきました。いや今いい連携でしたね。これも良かったですね、はい、この寄せ大本の、はい、そうですね、はい、この2人かかりで、はい、ここもう止まらずに走り抜けてパスして走るっていうね。富所、清武打つ、茂木ナイスセーブ。まあ、それがまたね、蘇るとね、ゴールにも近づいてくるんじゃないですかね。安藤のクロス、もう高い、安藤のクロス見事に反応した高い和真のゴールで水戸がまたリード。しっかり合わせましたね、うん、合わせましたね。桃ですか、はい、シュートだと思いますが、やはりこれに関してはちょっと琉球のねディフェンスがちょっとふわっとしたところに、三國が切ったところで試合終了の笛、琉球対水戸、攻撃が持ち味の両チーム、軍配上がったのは This is football。